怒られるぞ。え？じゃーん、見て。え？はや。ほら、このページ。うわー、俺たちの写真。はやい。あのムサイが入賞するなんてね。すごいぞ、ムサイちゃん。で、しっき兄弟って。美しき兄弟よ。やっぱりモデルがいいからですね。賞金出たからご馳走してくれるって。うん、母ちゃんの好きなただ飯ですね。いやーね、人聞きの悪いでもおごられるのって嬉しいわよね。ムサイちゃん、お、こっちこっち、ごちそうされに来たわよ。お腹すきまくり。さあ入ろう入ろう。ちょっと待って、ここってお高いので有名なルパでお高いのだよ。姉ちゃんも食べてみたかったでしょ。ダメよこんなとこ。何言ってんの、お祝いなんだからパーッと行こうよ。そうそう、パーッとグーッとチョキッと。無駄遣いはダメ、貯金しなさい。でももう予約してあるし、今さらやめられないって。ふん、私に任せなさい。ちょっと待って。こんにちは。なんだあの人。キャンセルできたわよ。キャンセル待ちの人がいるからキャンセル料いらないって。いいお店ね。ちょっと何してくれてんの、ここなかなか予約取れないんだよ。駅の向こうにイタリアンのお店があるからそこにしましょう。なかなかおしゃれでお祝いにもぴったり、何よりリーズナブル。椅子がブルブル。何言ってんだこの人。パスタに飽きたのでしばらく休みます。何これ、どういうこと。姉ちゃんどうすんのお昼。スルッティとこの辺だと。ほらそこがいい。あーダメダメ、アクションバーガーはいつでも行けるでしょ。今日はお祝いなんだからふさわしいお店にしようね。そうそう、とは言ったものの、いざ探すとなると見つかんないわね。母ちゃん、オラお腹とお尻がくっつくぞ。そりゃこの時間じゃあね。あそこいいじゃない。ファミレス。うわ、ファミレスいいんじゃない。まあしんのすけがいいならいいか。あそこならクーポン使えるしね。うわ、母ちゃんお得意な。よかったね。何もそこまでして安く食べようとしなくても。さーて何をおごってもらおうかな。な、どうしたの。クーポンの期限昨日までだった。わー、まあでもたかだか 10% とか 15% ぐらいのもんでしょう。たかだかじゃないわよ、 15% って大きいわよ。母ちゃんのお尻も大きいわよ。しんちゃん、やっぱりこういうのはうちでお祝いするのが一番。他にもかからないし、変な気使わなくていいし、私の愛情たっぷりの手作り料理でおもてなしよ。それじゃあ趣旨変わってるじゃん、私がごちそうするって。だからその賞金はさ、新しいカメラとかを買う足しにしなさいよね。はい、できたできた。召し上がれ。ごちそうさま、冬だけどさま。あ、ちょっと待って。まずはムサイちゃんにおめでとう言ってからでしょ。あといただきますね。もういいよ別に。いいって。何よムサイ、姉ちゃん本当はおめでたいなんて思ってないじゃん。え、そんなわけないでしょ。お店キャンセルするし、おごらせてくれないし。気持ちは嬉しいけど、そのために無駄なお金使うことないんだって。ムサエのお金なんだから、ムサエのために。いや余計なお世話だよ。やっと入賞したんだよ。今まで何回送ってもダメで、やっぱり私には才能ないのかとか、諦めて実家に帰った方がいいんじゃないかとか、そんなことばっかり考えるようになって。
でも今回入賞して嬉しくて、みんなでお祝いしようって思って。ムサエごめん、私また太っちゃって。そう、先月より2キロも。で、何言わすんじゃ。今はこっちね。はい、どこか懐かしいお味。この写真大きいのないの？え、プリントすれば出せるけど。ほら、このお写真飾りたいから大きいの欲しいぞ。おう、今度持ってくるよ。ありがとう、みさちゃん。さあ、冷めないうちに食べましょう。あ、むさえ。何？あんた3ヶ月前あの雑誌買うのに私から1400円借りたじゃない。返して今。それは今回のお祝いということで。それとこれとは別。ちゃんと返しなさい。わかった、わかったから。にしたって姉ちゃん、それ今言う？こういうのはお金があるうちに言っとかないと。さすが母ちゃん、空気を読まない人。かいや。ぐる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 。ああ、もう邪魔邪魔。暇なら風間くんたちと遊んできたら？今日はみんなお出かけ。日曜なのにどこにも行かないのはオランチだけ。仕方ないでしょ。今日はパパがお家でお仕事なんだから。だったら母ちゃんどっか連れてって。私だってやることいろいろあるし。しょうがない。じゃあオラシロとお散歩に行ってくる。あら珍しい。でも残念でした。シロは隣のおばさんがお散歩に連れてってくれたわよ。おのれー、シロのやつ。やることないならひまのおもりでもお願い。お兄ちゃんでしょ。こんな時だけお兄ちゃんですか。やれやれ、かったるいな。ひま、はや、優しくてかっこいいお兄ちゃんが遊んであげるぞ。へっ、お兄ちゃんに向かって何ですかその態度は。そっちがそうならこっちはこうだ。おーい、どうどうどう。チラシなんか見てるよりお兄ちゃんと遊んだ方が楽しいぞ。はい、かくれんぼかよ。まあまあ、かくれんぼでもしよう。こんなのいらない。何して遊ぶ？ちょっとどうしたの？だっておもりを嫌がるんだもん。もうろくなことしないんだから。だったら玄関の前でもほうきで吐いてよ。ああ、もうオラ世界で一番退屈な5歳児だぞ。あ、そういや、世界で一番足の臭い父ちゃんはお仕事はかどってるかな。父ちゃん仕事中なんだよ。あっち行ってろ。まあまあ、ご遠慮なく。ああ、入ってきた。父ちゃんがお仕事するとこ見てていい？静かにしてるか？ほら、いつだって静かだぞ。どの口が言うんだ。んじゃあ、ほら、静かに何しよっかな。お？よいしょ。言っとくけど、エッチな写真集はないからな。失礼だぞ。俺のことを何だと思ってんの？エッチな5歳児。いや、照れるな。褒めてねえよ。さてと。ああ、もう、どうせ読めねえだろう。そんなことないぞ。と。静かにしろよ。ほいほーい。しんのすけ。ほいほい、静かに静かに。
っと。うんうん。ほいほーい。だけじゃ面白くないかな。怪獣しりまるだしからの、アクション仮面とブラックメケメケ団の戦闘員と、でもってこっちはここと、うんうん、いい感じ。よっしゃ、残りのおもちゃは最後に残しておきたいな。何かないかな。これだけか。どうしようかな。ボールか。うんうん。はいの、入った。ボールからの肩もロボ。でもって、ちょっと借りますか。はいな、はいな。よっしゃ、完璧だぞ。あとは父ちゃんに。しんちゃんの帽子作ろうかな。いいの？
よかったわね、しんちゃん。ん？しんのすけ？な、七子お姉さんが、オラに手編みのお帽子を。しんのすけ大丈夫？早い。ふつつかまるですが、よろしくお願いします。よかった。あ、せっかくだから私もしんちゃんとお揃いの作ろうかな。お揃い？これってもしかしてななこからのプロポーズでは？どの色がいいかしら。これは？あ、これいいですね。シュッポ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 。ななこお姉さんの手編みの帽子もできたかな？さっき帰ってきたのよ。まだに決まってるでしょ。ななこちゃん1週間くらいかかるって言ってたわ。1週間したらオラとななこは。しんのすけさん、私幸せ。オラもだよ、ななこ。まいったな。あれ起きちゃった。あれとしてオラが見てまいります。ひまわり、目に入れたら入らないくらい可愛い我が妹よ。早い。お兄ちゃんはもうすぐ七子とご結婚でこの家を出ていくんだ。だから父ちゃんと母ちゃんの面倒を頼んだぞ、ひまわり。何言ってんだか。なるほど、手編みの帽子ね。そりゃ浮かれるわな。そうなのよ。コーラ、少し落ち着きなさい。はあ、ちょっと羨ましいかも。ななこお姉さんと結婚したら、ほら、幼稚園を辞めて働かないといけないな。今日のしんちゃん、なんだか変だよね。変なのはいつもだけど、確かに。おい、しんのすけ。これはこれは、風間さんに佐藤さんではないですか？なんだよ、その呼び方。っていうか、佐藤さんって誰だよ。何の子よ。しんちゃん、具合でも悪いの？今日はお尻をちっとも出さないじゃない。ほら、結婚が控えてるし、いつまでもおケツ出してちゃダメかなって。しんちゃん、そんなに楽しみにしてくれてるんですか？頑張らなきゃ。え、はい、じゃあまた連絡しますね。あら？お父さん、来るときは連絡してっていつも言ってるでしょ。私はお前の父親だぞ、いつ来たって構わんだろ。もう、また締め切り破って編集さんから逃げてきたんでしょ。違う、散歩をしてたらたまたまたどり着いたのだ。はいはい、早く帰ってお仕事したら？ん？ん？七子、それはなんだ？何って、ケイトと網棒でしょ？まさか、男にプレゼント？いかーん！はぁ？そんな危険なことはやめなさい！どこが危険なのよ？ん？イニシャル S、S、S、S って、シジュロ？なんだ、私のことか。そうかそうか、編み物大変結構。はあ、あ、ななこちゃん。え、帽子ができたの？うん、じゃあ後でお宅にお邪魔するわね。じゃあ母ちゃん、行こうか。いちいち着替えんでいい。なかなかよくできたかな。お父さん？いや、ナナコや、帽子はできたのかね？何よ、いきなり。お、これか。やけに小さいじゃないか。まさか。あなたのファイナンス、しんのすけがやってきました。それを言うならフィアンセでしょう。あのじゃがいも小僧か。はい、どうかしら。あら、似合うじゃない。よかったわね。七子姉さんに優しく包み込まれているようなこの安心感。これでお揃いね。おお、七子姉さんの気持ち
しっかり受け取りました。むちゅー。はい、ミサエさんとひまちゃんにも。え、私たちにも。はい、お父さんにも。え、わしにも。おお、なんて暖かいんだ、ナナコ。はーい。あら、帽子がもう一つ。うわ、でっかい帽子。まさか私の知らないボーイフレンドが。え、あら、ぴったりよ。とっても似合ってるわ、しのぶ。ありがとう、ナナコ。あら、しんちゃん、帽子お揃いね。恋人同士みたいね。ナナコ、俺とご結婚。15年早いっつーの。ゲート？誰と？内緒。とっても素敵な人。なんだよそれ。海が見える公園までドライブして。でねでね。お姫様抱っこしてくれたの。なんてね。うっそ。今のは夢の話だよ。夢？昼寝してる時に見た夢。なんだよ。心配した？してない。あ、もしかして怒ってる？怒ってねえよ。なんだよ、たまには二人で水入らずで飲もうと思ってワイン買ってきたのに。ああ、やっぱり怒ってる。怒っちゃやーよ、ひろしちゃん。怒ってねえよ。だいたいなんだよ、お姫様抱っこって。そんなもんがそんなに嬉しいのかよ。嬉しいわよ、女の子の永遠の憧れよ。憧れね。よし。どうしたの？俺、立ってみ。何を？いいから、俺、俺。だから何よ。やったげる、お姫様抱っこ。冗談でしょ、いいわよ。遠慮すんなよ、ほれ。おい、やーよ。いいから、俺、ミサちゃん姫。ちょっとあなた飲みすぎや。姫、お迎えに参りました。何言ってんのよバカ。違う、あなた様はって言うの。お迎えに参りました。あなた様は？私の名は広志王子です。ねえ、今変な音しなかった？大丈夫じゃない。よっぽどミサちゃん姫が重かったんですな。何よ失礼ね。しんのすけ、見てたの？見てた。喋っちゃダメよ。ブーラジャー。ねえ、救急車呼ぶ？バカ言え、そんな大げさなこと。とりあえず冷やそう。そうね。ごめん。ミサイのやつ、あんなに重いとは。いつまでも若くないし、王子じゃないぞ。そうだよな、ミサエだっていつまでも軽くはない。ああ、俺ってバカ、ほんとバカ。あ、川口、俺実は昨夜腰痛めちゃってさ。いや、ぎっくり腰じゃないと思うんだけど、まあ、そういうことなんで。ああ、例の件よろしく頼むわ。うん、ありがとう。それじゃ。嘘つきは泥棒の始まりだぞ。あのね、大人にはいろいろ事情があるの。正直にそのまま言わない方がいいことだってあんのよ。やっぱ母ちゃんをお姫様抱っこっていうのは恥ずかしいよね。お前それよその人に言うなよ。ほら、口は固い方だから。ほんとかよ、頼むぜ。いい天気だな。のどかだな。ただいまんます。おかえり。どうもお世話様でした。どうも。ご主人、おけがなさったとか大丈夫ですか？あ、いえ、そんな大したことないんで。そうですか。お
大事になさってください。どうも。いいわよ、ひまちゃん預かってればいいのね。すみません、午後の診察3時からなんで2時半ごろ連れてきますから。はいはい。それじゃあシーロー、オラがお姫様抱っこしてやろうか。しんちゃん。お、ちょっとちょっと、お父さん腰痛めたんだって。いや、いい年して全く困ったもんだぞ。どうしたの一体。それは秘密です。もうしんちゃん、豆大福食べる？うわ、豆大福。いらっしゃいよ、おばさんと一緒に落としましょう。はい、今行くぞ。お、父ちゃんいない。しょうがないな。もしもし、父ちゃんならいませんよ。ああ、しんのすけくん。おう、川口のやつ。お父さん具合どう、大丈夫かい？だいぶ痛いみたい。そう。いや、またこうバカな親たちで困っちゃうぞ。え、母ちゃんがあんなに重いとは父ちゃんも思ってなかったんだろうけど、だいたいあんなケツでかシワシワダブダブのお姫様なんていないぞ。お姫様？重い？一体何があったんだい？それは秘密です。あ、父ちゃんトイレだったみたい。ちょっと待って。野原さんどうぞ。はい。あんたはそこで待ってなさい。おーい。腰痛めた。ちょっと見して。この辺？ここ？あー、そこです。うん、何か重いもの持った。まあ普段デスクワークの人でしょ。急に無理しちゃダメよ。で、何をしたの？まあちょっと。あ、そう、やっちゃった。お姫様抱っこ。いや、誰抱っこしたの？奥さん。いいね、羨ましいね。お父ちゃんとお母ちゃん仲良くていいね。坊や。いや、まったく何やってんだか。しんのすけ、あんたね、余計なことペラペラ喋るんじゃないの。喋ってないぞ。大丈夫？うん。こんにちは、大変でしたね。大丈夫ですか？お大事に。はい。お前、なんか喋った？そんなわけないでしょ。ん？川口君？もしもし？いや、先輩、具合どうすか？それにしても見かけによらずロマンチストなんすね。女の子の間で評判ですよ。なんだよそれ。まあ無理せずに、明日もご夫婦揃ってごゆっくり。じゃあ。しのすけ、喋ってないぞ。ジェスチャーしただけだぞ。電話でどうやってジェスチャーするんだお前は。お、ヨシリンからメール？ああ、え、負けないぞ。俺もう外でね。私も。お、まだ続いてたぞ。どっちが本物でしょう。お、リアルだな、区別がつかねえよ。ばあ、今いいとこだから話の腰を折るようなことするな。まあまあマスター。まあまあマスターで、マスター、話の腰ってどこ？じゃあな、俺のセルフのリアルだなあたりが腰か。あ、腰といや、この近くに住んでるやつで嫁をお姫様抱っこして腰痛めたやつがいるんだってよ。かっこ悪いよな。あ、いらっしゃい。ん？どうしたい？今うめえとこ焼いてやっから来いよ。あ、マスター、それ粘土だぞ。
だから話の腰を折るなって。ぐる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 。じゃあ電球買いに行ってくる。お菓子ちゃんでー。お前も来いよ。あーでー。あなた財布。ん？財布をそのままポケットに入れて持っていくのって危なくない？大丈夫大丈夫。あなた。あ、これ電気屋さんのカードね。それとついでに買い物もしてきてよ。佐藤九日堂のカードとこれが買い物リスト。へえ。それから車じゃなくて歩いていけばいい天気なんだし、エコだし、シリだし。へえへえ。電球リバーどこだ。こら走るな、危ないぞ。ねえねえお姉さん、何言ってるの？有線放送の宣伝よ。お宅でもどうですか？ふん、オラ放送よりもお姉さんの方を優先したいですな。バカ言ってんじゃない。ほら、しんのすけ、何やってんだ。もう父ちゃん、俺の邪魔しないでよ。するだろう、親だったら普通。たくん、さっさと買って引き上げるか。カードと財布。あれ？え？次の方はどうぞ。はーい。もうちょっと選んでからにします。どう？ない、財布がない。落としたか。どこに？待てよ、家に置き忘れてるってことも。大丈夫大丈夫。いや、持って出てる。あ、あの時。ほら、しんのすけ、何やってんだ。すいません、ここに財布落ちてませんでした？え？父ちゃんお財布落としたの？こら、大きい声出すな、恥ずかしいだろ。財布落とすようなおバカな父ちゃん思った俺の方が恥ずかしいぞ。で、どうでしょう？いいえ、見てないですけど。ってことはここに来るまでの道で落としたんだな。財布落としたなんて言ったら母ちゃん怒るかもね。別にミサエは関係ないだろう。逆に慰めてくれるさ。おうおう、母ちゃん優しければいいね。え？いや、優しくない母ちゃんの時もあるもので。いや、だいたい優しいだろう。家出る時も心配してくれてたじゃないか。うん、危なくないって聞いたら大丈夫って言ったわよね。ダメだ、優しくないミサエしか浮かんでこない。探す、探してみせます。この手で落とした財布を取り戻してやる。おお、父ちゃん頑張れ。じゃ、俺これで。手伝ってくれよ。やれやれ。じゃあった。ねえよ。父ちゃんもしかして仕事遅いタイプ？いや、これとそれは関係ないから。財布の中には免許証とかクレジットカードなんかも入ってるもんな。しのすけ、あれ？ん？あいつ。はい。あ、父ちゃん。しのすけ、ダメじゃないか。これ戻してきますので。あ、俺のアイス、アイスいません。もう父ちゃんおケチなんだから。だから財布落としたって言ってるだろ。それは父ちゃんのことだし、俺は関係ないし。関係あるよ。ねえな、もう誰かに拾われちゃったのかな。交番だ、交番がある。もしそれでなけりゃ免許証を無効にしてもらって、キャッシュカードにクレジットカードを止めてもらわなくちゃな。めんどくせえな。
ちゃん父ちゃん警察にご用？ああこういう時は警察に届けなきゃな。お、すみません、父ちゃんも出来心だったんです。ほら落とした財布の相談しに来たんだろうが。ああ、はい、財布の落とし物です。そちらに何か届いてないでしょうか。でチョコビ勝手に食べた罪認めるの？あ、そりゃお前だろ。他の交番にも聞いてみましたが財布の届け物はなかったですね。そうですか。これで明日から一文なし、食べるものもなし。いや、なくしたのは父ちゃんの財布だから。ご飯大丈夫なの？うん。チョコビは入るよ。わーい、わーい、わーい。いや、買ってやるとは言ってないぞ。で、カード類は全部止めたのね。はい。実害はなかったんだから、いいんじゃない？え？でも、今度から気をつけてね。ミサエ、すまん。で、明日からのお小遣いなんだけど。さーてと、じゃあ夕ご飯の材料もないことだし、ファミレスにでも行こうか。おお、母ちゃん太もも。俺の小遣い。いつまでも気にしない。パパは免許証持ってないから、私が運転ね。へいへい。じゃあ行くわよ。出発を進行。あ、なんだ。あ、俺の財布。あなた。あ、そうだよ。屋根の上に置いたのすっかり忘れてた。あった、あったよ、俺の財布。ああ、よかったわね、あなた。あ、ありがとう。じゃあ行きましょう。今日は財布が見つかったパパのおごりで焼肉。わー、今日は上カルビでも上ロースでも上タンでも何でも好きなもの食べていいわよ。わー、運転手さん、一番高い焼肉屋さんへ。だから、ゴー、俺の小遣い。母乳の靴を買うぞ。おい、おかえり。腹減った、腹減った、母ちゃん腹減った。おかえりじゃなくてただいまでしょ。何度言ったらわか、え、ちょっとやだ、もう何なのよその足跡。お、え、そう、あー、もうなんつう汚し方。げー、もう穴が開いてる。ついこの前買ったばかだったっつうのに。もうしるったら俺の靴を。靴の履き方してんだか。あんたのおかげでほんと出費がかさむわ。俺のおかげ？いや、そんな俺照れるな。褒めてないわい。子供ものの特売品、子供ものの特売品はと。俺アクション仮面の絵の入ったんでなきゃやだ。アクション仮面、アクション仮面。まったくしょうがないわね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。おお、いらっしゃいました。もしかしてここは天国ですか？いらっしゃいませ。おお、角のない鬼。ここは地獄ですか？天国でも地獄でもないの、ここは靴屋さん。何をお探しでしょう？ご歳子の靴なんですけど。こちらのガキの、いやお坊ちゃんのですね。はいはい、それでしたらこちらの方にご案内いたします。さあどうぞ。ほら、あっちのお姉さんにご案内してもらいたい。鬼は好きじゃないのよ。わがまま言うんじゃないの。こちらです。ん、おお、カンタムロボに、吹雪丸に、
魔法少女もエピうわうわすごいすごいやほいやほいおいおい欲しいのはアクション仮面じゃなかったのかよだっけうちは品揃えが豊富でしてどれがいいかなアクション仮面が一番だけどでもカンタムロボも捨てがたいしモエピーだってオラ悩んじゃうじゃあまずカンタムロボを試してみましょうかエッグ作ったいまたこりゃ時間がかかるわいいなあ。あああれはダメなのよ。お子様お預かりいたしますわ。ああ素敵ね。私ハイヒールなんてもうずいぶん履いてないなぁ私だって昔はおービューティフルおー女神だとまではいかないけどさ、もうハイヒール履いて出かけるような機会なんか全然ないし、でもせめて新しいパンプスでもよしこれだおーい母ちゃん見て見てこれ父ちゃんのと同じ靴だぞお客様子持ちにぴったりなのはスニーカーなのよねで、どれにするか決まったのほら、アクション仮面とカンタムロボの絵が入っていてそれにカトエリの写真も入ってる靴がいいでも全部入ってるのがない普通ないだろ、そんなのねえねえ、父ちゃんの靴ってなんであんなに臭いのなんとよね。この前なんかうっかり手に取って、臭くて気を失いそうになったわよ。なんであんなに匂うのかしら。それはもちろん、毎日毎日、お仕事でせっせと歩き回っているからですよ。ええー、そうでございます、アーマうちの中でハグだっつってんだよかほらほら父ちゃん見てすごいんだぞ全部入りなんだぞアクション仮面にカンタムロボにその上カトエリの写真まで入ってるんだそりゃよかったな何しろスーパーの特売品なんだぞはいあなたなんだよこれこれは残念ながら漫画のキャラクターもアイドルの写真も入ってないけどねお前愛されてるんだな俺ってでも一つお願いがあるのその靴を履くときはこれを全部入れて履くこと新発売の超強力脱臭剤足草トール入りの中敷きシートよこれ全部でも効き目あるかな父ちゃんの足の臭さは特別強力だからそうねやっぱり10枚じゃ足りなかったかしらおいこれじゃん
足が入んねえよ。あら、俺の足ってそんなに臭いか。臭い。スペシャル。白のランキングだぞ。また駅前に食パンのお店できたじゃない。はいはい、なんか個性的な名前のあの渋沢栄一も好きになるとかなんとか。違う違う、あの渋沢栄一が深谷ネギよりも愛するかもしれないだったわよ。違う違う、あの渋沢栄一が天をつく美味しさはいつからだろうよ。あ、いや、渋沢栄一が天をつく美味しいパンの耳を食べたら止まらないので毎日買って食べたらロバの耳になっちゃったよ。はーい。はやはやはやはい。ただいま、ここがひまたんのお家ですよ。今日から5人家族だぞ。シロもお兄ちゃんよ、妹のひまわりをよろしくね。あら、寝かしてあげてるの。ありがとう、シロお兄ちゃん。Ooh.
ぱりアイス、やっぱりお菓子、やっぱりアイス。うわ、シロ、なんで服着てるの？お出かけ？じゃ、そういうことで、オラみんなと遊んであげなくちゃいけないから。終わり。ったく。帰るわよ。もういつまで寝てんの。ミサエ、いい加減に起きなさい。仕事がないからって毎日ダラダラしててどうすんの。ほら。ほら、いいお天気なんだからお布団干して部屋の掃除くらいちゃんとしなさいよ。なあ、鬼。野原さん、こんにちは。妹さんまだいらっしゃるのね。え？まだ新しい仕事が決まらないらしくて。そう、大変ね。あ、ねえ、よかったらお見合いの話持ってくるわよ。え、あ、そんなお見合い向きの子じゃないですから。向き不向きなんてないわよ。妹さんお姉さんに似てそこそこ美人だし、なんだって若いし、引く手あまたよ。その気になったら言ってね。うちらそこそこ姉妹かよ。ヨーグルトいただきます。ちょっと、ん、それ何？少し目を通してみたら。うん、そうね、後で。わざわざ買ってきてやったのに、たく何考えてんだろう。ねえ、あなた、あなたから無さに言ってやってよ、仕事探して働くようにって。ええー、俺がそういうの苦手だな。お前が言えばいいじゃないか、妹なんだから。私の言うことなんて聞きゃしないわよ。あなたから言われればさすがにちょっと気にするでしょ。ああ、まあそのうち自分で何とかするんじゃないの、大人なんだし。うんうん、お胸もあるし。ああ、ミサより大きいよな。言いたくないけど、我が家の家計にだって響いてるのよ。いいじゃないか、ちょっとぐらい。あなた知ってる？ムサエが来てから我が家のビール消費量、倍以上になったのよ。何？半端じゃないわ。このままじゃあなたの分を削るしかないわね。そうか。よし、説得なら任せてくれ。営業で鍛えたこの話術を。おお、やってみせて、腹話術。任せて？オイラにできないことなんて。って違うよ、話術、話のテクニックだよ。話のテクニックって？例えばだな、
赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。それは話術とは言わない。要するに、相手がいかにこっちの言うことに興味を持ってくれるか、納得してくれるかは、俺の話し方一つってこと。おお、うまく言いくるまっちゃうわけですな。言いくるめるだろう、全然違うよ。別に騙すわけじゃねえんだから。じゃあ、お手並み拝見。頑張ってね。おう、赤お手並み、青お手並み、黄お手並み。と、来たもんだ。ちょっといいかな。あ、はい。いや、たまには一緒に飲まない？おい、おつまみ。お、気が利くな。うわあ、ああ、何してんだよ。3秒ルール、1、2、3、セーフ、気にしない。たらく、おっと、チーズもあったっけ。おい、なんてとこに入れてくるんだよ。3秒しか入れてないから大丈夫。3分以上経ってるよ。あったまってるぞ。しょうがないな。どうも。うわー、たまりませんな、このコクとキレ字。コクとキレだろうが。お、うん、どう最近は。どうもこうも、子供には手を焼くし、神さんにはどやされるし、足は臭いし、ろくなことはありやせんや。おめえには聞いてねえって。だいたいそれは俺のことじゃねえかよ。いや、早いよね、最近あの時間の経つのが。1週間があっという間でさ、うん、あ、でもまああれだよね、もうすぐワールドカップも始まるし、そうなるとまたついついテレビ見て寝不足になっちまって。兄さん。え？本当は姉ちゃんに頼まれて私にお説教しに来たんでしょ。え、いや別に説教ってわけじゃ、うん、まあ説得というか、なんちゅうか。ならちゃんとはっきりそう言わなきゃダメでしょ。周りくどく世間話なんかしてないで。そうだそうだ、腹話術で言いくるまっちゃうんじゃなかったの。違うって。ダメ出しされてどうする。だいたい兄さんは姉ちゃんに対して弱すぎ。ねえ、魚辺に弱いって書いてなんて読むか知ってる？え、魚辺に弱い、イワシ。そう、そこなのよ兄さん。そう。え、さっきから二人で指さすな。イワシ、かわいそうだと思わない？あんな感じつけられちゃって。まあ確かに。イワシだって集団になればきっと強いはずよ。だから私はこうすべきだと思うの。魚辺に集団、強いでイワシ。何言ってんだこの人。ムサエのやつまた無茶苦茶なことを。ねえねえ、ところでさ、前から一度聞いてみたかったんだけど、なんで姉ちゃんなんかと結婚したの？どこが良かったの？あれの。なんでだっけな。そこは即答せんかい。美人で性格も良かったからって。ねえ、兄さんの夢って何だった？夢？そうだな、子供の頃はやっぱりプロ野球選手になりたいとか、パイロットになって世界を股にかけて飛び回りたいとか。へえ、男の子らしい夢だね。なんだ、てっきりプロアシクサアスリートになりたいのかと思ってた。どんなアスリートだよ。オラはおしりーと。でもな。そういうことはいつの間にか消えてったな。だんだん大人になって世の中の現実を知るにつれ、一つまた一つ、実際に社会に出る頃にはすっかりな。うまくいかないよね実際。まあ今の世界情勢を見ても子供たちが夢を持てる状況じゃないからね。お前いくつだ。夢がないと働く気もなくなるよね。やってらんねえよ。ダメだこりゃ、ミイラ取りがミイラだよ。でもさ、俺今家族と楽しくワイワイ笑ったり、時には喧嘩したりしながらさ、このままずっと一緒に元気で暮らしたいと思ってる。それが今の俺の夢といえば夢かな。俺さ、その夢のために今毎日一生懸命働いてるんだ。結構楽しいよ。にが。あ、ビール舐めたな。おめえ15年早えよ。お酒は二十歳を過ぎてからだ。
休む？なんでよ。有給休暇取る。ちょっと人生について考えたい。俺も幼稚園有給取る。ちょっと人生について考えたい。遠足日和だぞ。今日も雨だね。もう雨は来たね。鬼ごっこもしたい。え？湿ってじとじとで嫌ね。マサオくん、カタツムリの目触ってみて。何やってんだよ。そんな時は雨の日に洗濯物が乾かなくてクリーニング屋さんへ行き、そこのイケメン店員と仲良くなる主婦っていう設定のリアルおままごともとっくに飽きたからね。何よ。クリーニング屋さんじゃなくてスーパー銭湯にするつもりだったのに。大して変わらないよ。全然違うわ。おおはい。ふん。トイ。オーライ。エアサッカーか。よし、行くぞ。それ。ねねちゃんに蹴ったんだぞ。あ、じゃあ、ぼーちゃんね。うわ。よし、えい。今度こそ僕だね。シュート。なんでボールもないのにできるの？お前が始めたんだろ。今日は子供たちに何をさせようかしら。お絵描きも飽きたって言うし、折り紙ももうつまんないって言われちゃうのよね。うちのクラスなんか粘土遊びのねの字を言っただけでブーイングよ。カルタもやりすぎて全員が暗唱できるようになってしまって。こうなると雨が恨めしい。降らないと困るのもわかるんだけど。ねえ、ネットに何かいい情報でもある？私、同じ思いでうんざりしている人がいないか調べているだけです。イライラを分かち合うんです。あ、そう。どれも大したことない。私の方がよっぽど不幸。いっそ幼稚園の先生なんてやめてしまいたい。なんで急にそうなるのよ。ん？雨という自然現象にこんなにも心を乱されるくらいなら先生なんてやめます。ちょっと落ち着いて。やめてどうするの。あなたたちいつの間に。それはまだ考えてないけど。おうおう、それなら俺たちが考えてあげるぞ。しんちゃん、お願いします。ちょっとアゲオ先生。ではアゲオ先生がブラック幼稚園を辞めてからその後どんな仕事に就くかについての会議を始めます。座って。はい、失礼します。ブラック幼稚園ですか。はい、この前ラグタウンに行った時店員さんを募集してました。あそこなら近くていいよね。しかし当人の性格上接客業はいかがなものでしょう。おお、接客だから接客業。それを言うなら、せっかくだから接客業。お客さんを相手にするってこと。早口言葉みたい。お前が言ったんだろ。松坂先生ならなんちゃって美人だからショップ店員さんが向くかも。私は辞めたいなんて言ってないわ。それになんちゃって美人ってどういうこと。私は見たまま美人よ。なんとか言え。今はアゲオ先生のこと。松坂先生だっていつクビになるかもわからないんだし、次の仕事を考えておくべきよね。そうそう、やめないって言ってあっさりフリーになっちゃうアナウンサーのお姉さんいっぱいいるし。だいぶ違うけど。この際先生も子供たちに考えてもらいましょう。なんで。ではシミュレーションをしてみましょう。それはタチションやツレションと一緒。また早口言葉みたいに言うな。ややこしいわね。じゃあ松坂先生、店員さんをやってみてね。ほら、デパートによくいるおばさんのお客さん役。なんとか言ってよ、あなたのクラスよ。子供たち楽しそうだし、アゲオ先生にもお手本を見せたら。
なんか素敵なお洋服あるかしら。いらっしゃいませ。何かお探しですか？大人かわいいきれいめコーデお願いします。それでしたらこれなどいかがでしょう。あ、それは私の。主婦になってもまだフリフリがお好きな方に。でもギャザーは少なめ、何よりもお値段がお安めですわ。お安めって。あら失礼、今時はリーズナブルって言うべきでしたわ。あら、それいいわね。どうぞご試着ください。あ、汚れちゃう。子供たち楽しんでるし。いいわね、買おうかしら、ローンで。でもこれ買ったら1ヶ月白菜だけで暮らすことに。それ誰のことよ。しんちゃん服返して。おー完璧、さすが松坂先生。私に不可能はないのよ。これでいつ辞めても安心ですね。そうね。って私は辞めるって言ってません。そうそう、松坂先生はまあ潰しが効くとして。肝心の上尾先生はどんな仕事がいいと思います？僕、知り合いにドーナツ屋さんがいたら嬉しいと思うんだけど。わあ、マサオくんの割にいいこと言いますな。失礼だよ、しんちゃん。生地の厚さ 11.5mm、 ドーナツの直径 81mm、 穴は 36mm。 これを摂氏25度で二次発酵させたとして、味はチョコレートにクラッシュアーモンドのトッピングは欠かせない。先生まだですか？理想のドーナツを作ろうとするとこれがなかなか。一つのドーナツにそんな時間かけてたら商売にならないわよ。やっぱりドーナツは食べる方がいいです。ほら、幼稚園の先生以外の上尾先生は考えられないぞ。え、松坂先生もよね。だから私は先生がぴったりだと思う。転職じゃなく転職。他だと失敗しそうだし。うんうん。うわー、